こんにちは、ボブです。今回はフォアハンドのテイクバックは早すぎてもダメな理由について解説していきます。あなたはフォアハンドを打つときに早くテイクバックしようとか意識していませんか？前回テイクバックのタイミングでも紹介したように、テイクバックは早くすることはとても重要なんですが、早くすればいいっていうわけでもないんですよね。その理由としては、あなた自身がよく感じているかもしれませんが、ボールとのタイミングが合わなくなってくるんですよ。早すぎて。早いボールに対しては軸足をセットするときにテイクバックすることでボールとのタイミングっていうのは合いやすいっていう説明をしたんですけど、遅いボールだとテイクバックがシンプルになった分、このテイクバック終えてからスイングに移るまでの時間ができちゃうんで、動きとして止まっちゃうんですよね。でそうすると、この止まった、まあ、プロの雑誌とかで見るときには、このテイクバックで止まってるシーンとかっていうのがあると思うんですけど、これを実際動作の中で止まってしまうと、パワーロスになって強いボールを打てなくなります。難しくなります。遅いボールイコールチャンスボールということで、これを強く叩けないっていうのは結構もったいない気がするんですよね。チャンスボールをつなげに行っちゃうっていうのは結構もうポイントを取りに行ってないっていうようなもんなんで、もったいないと思うんですけど、今回は早すぎるテイクバックがダメな理由を紹介するとともに、じゃあどのようにしたらいいのかについても紹介するので、これが分かれば、早いボールはもちろん遅いボールにだって叩けるようになってきます。知ってると知ってないではしっかり打ち切れるかどうかに関わってくるので、ぜひ最後まで見て強く打てるようになってほしいと思います。この動画がいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。このチャンネルではテニスの有益な情報について発信しているので、見逃したくない方は今のうちにチャンネル登録をして通知をオンにしていただけると嬉しいです。じゃあ本題に入っていくんですけど、まずはじめに誤解を生まれないように言っておきたいのが、テイクバックは早いに越したことはないということです。まずテイクバックは早めに完了させちゃってほしいんですけど、さっき冒頭で言ったのとちょっと矛盾してるよって言われると思うんですけど、遅いボールが来るならいいんですけど、早いボールを打たれた時っていうのは間に合わなくなってしまうんですよ。その遅いボールに対しての構え方だと。だから基本的にはテイクバックは早いボールが来るっていうことを想定して早くテイクバックを済ませておくっていうのがまず大事かなって思います。早くテイクバックする癖がつけば、いつ早いボールを打たれても対応することができるので、常にそのテイクバックは早くっていうのを心がけた方がいいです。ただ冒頭でも言った通り、遅いボールに対してテイクバックを早く完了してしまうと時間があるので、どうしても体って一瞬止まる感じになっちゃうんですよ。少し筋肉の話をするんですけど、筋肉は止まった状態から一気にパワーを出すのもすごく大切なんですけど、より小さなパワーで大きなパワーを生み出すっていう場合には、反動を使ってあげればいいんですよ。反動。普通に、例えばこのアームカールって言って、肘の曲げ伸ばしでこの重りを上げるやつあるじゃないですか。それって、例えば10キロだったら持ち上がんないけど、体でグッて反動をつけてあげれば、持ち上がると思うんですよ。そんな感じで、この反動を使ってあげると大きなパワーを出すことができるんですけど、あとはジャンプをするときにも、その場でジャンプするときよりも少しちょっと走ってきて助走をつけてジャンプした方が高く飛べたりしますよね。それと同じで、筋肉はゼロから力を生み出すっていうよりも、反動を使った方が大きな力を得やすくなります。どのスポーツでも反動っていうのはよく使うと思うんですけど、テニスもよく使うスポーツの一つになってきます。でテイクバックでもこの反動をうまく使いたいので、遅いボールが来て動きが止まってしまうと大きなパワーにならない。ゼロからスタートだと。だから一回遅いボールが来て早くテイクバックを完了させちゃうと、この一瞬止まるんで、止まったところっていうのはゼロじゃないですか。ゼロからのスイングになってくるんで、なかなか叩いていくのが難しくなってきます。はい。ということで結論になるんですけど、テイクバックをボールに合わせるというのが今回の重要なポイントになってきます。テイクバックをした時に、スイングに向かうタイミングでちょこっと最後のひとひねりを使います。基本的に前の動画でも説明してると思うんですけど、テイクバックっていうのはこの胸椎、胸郭をひねるっていう動作と股関節をひねるっていう動作の2つの動きでテイクバック、ひねりっていうのを作るんですけど、この最後のひとひねりっていうのを加えるだけで、頑張ってスイングしようとしなくても、
反動が使えるんで、スイングスピードを速くすることができます。この最後のひとひねりっていうのは、こう、ここでこれテイクバック完了して、こっから動き出すんじゃなくて、こっからボールがバウンドするのに合わせて、最後グッて股関節も入れるし、胸郭も最後ちょっとひねってあげる。で、そっからスイングしていくっていう形を取ると、弱い力でも強いボールを打つことができます。で、そしてこの最後のひとひねりっていうのが重要な理由が2つあります。で、1つはリズムが生まれてミスが減るっていうことです。テニスで大事なのって、結構そのリズムが大事って言われるんですけど、ほとんどの動作をするときにこのリズムを大切にするとうまくいきやすいっていうのがあります。サーブとかで言うと1,2,3っていう風にスイングすると思うんですけど、それみたいな感じで、フォアハンドで言ったらタンタンタンっていう、この 1,2,3 とか、あとはライジングを打つときとかはタンタタンみたいな感じで、このボールにタイミングを合わせてあげるときに少しリズムを意識するとすごい打ちやすくなるんですけど、このタンタンっていうのをフォアハンドで最後のひとひねりのところに入れてあげる感じです。で、速いボールが来たらターンでテイクバックして、ターンでスイングする。で、遅いボールだったらターンでテイクバックして、タで最後のひとひねりした後にターンって入れてあげるみたいな感じです。ちょっとすいません、分かりづらかったらちょっと申し訳ないんですけど、このボールのスピードによって、このターンターンとかターンタターンとかってリズムって変わってくると思うんですよ。で、変わってくるんで、バウンド後のスピードを予測して自分でリズムを作っていきます。で、この最後のひとひねりを、そのリズムのターンタターンとかの途中のタの部分に入れてあげることで、本当に全然違うんですよね。打ちやすくなる。これをするだけでミスって減ってくるんで、最初は頭の中でターンターンとかっていうのを頭の中で言いながら打ってもらえると、リズムよく打てるんで、かなりミスが減ってくるかなと思います。二つ目は、テイクバックもスイングの一部になるということです。テイクバックとスイングを切り離して考えてる人って結構多くいるんですけど、切り離すとリズムが悪くなって、ボールに合わせることができないし、強く打つこともできないんですよね。冒頭でも話した通り、テニス雑誌でよくそのプロの連続写真とかを見ることはあると思うんですけど、まあ、確かに場面場面を切り取ると、テイクバックの場面で切り取ったのもあって、インパクトの場面で切り取ったのもあって、このフォロースルーの場面で切り取ったのもあるんですけど、そうするとつながりがなくなってきちゃうんですよ、その別々で考えると。さっき言った筋肉で言うのだと、そのゼロからパワーを生み出すっていうことにつながってくるんですけど、実際にはテイクバックとこのスイングっていうのはつながっていて、もうテイクバックからの流れでスイングに持っていくっていうような形でスイングできると、ボールを強く打つことができます。この流れがあるんで、体の動きを止めないってことは反動が使えるんで、強いボールを打つことができます。フォアハンドで言ったらテイクバックで、この体をひねるじゃないですか。このひねるんで、この可動域いっぱいひねってあげると、体って戻ってくるんですよ、正面に。力を抜けば。戻ってくるんで、この戻ってくる勢いを使って、スイングしていくっていうのがいいんですけど、いいというか、この戻ってくる勢いを使って、上げるとハードヒットすることができるんですけど、ひねる、ここで止めとくと、このひねりとひねり戻しっていうので、この辺が繋がってないで、一回一回ここでひねりを止めてしまうと、戻りっていうのが遅くなるんですよ。そうするとハードヒットできなくなってしまいます。だからこのチャンスボールとみたいなゆっくりなボールに対して強打するときって、早めに構えて打つんですけど、このリズムがないから、普通にあとこのチャンスボールっていうのはコースに決めればいいだけなのに、リズムがないから最後手の力に頼ったりとか、うまくスイングできなくなってしまうという原因になります。この最後のひとひねりっていうのは、反動を使うためにすごい重要なことなので、で、先ほど説明したリズムにも関係していて、テイクバックを早く済ませてしまうと、このリズムが途中で止まってしまうんで、ボールのタイミングが合わないということになってくるんで、このテイクバックとスイングっていうのをつなげるために、止まったところから最後のひとひねりをグッって入れたところからスイングをスタートしてあげるっていうのが重要になってきます。この最後のひとひねりを加えてあげるだけ、今のスイングに、それだけでできるんで、ここをちょっと試していただけたらいいのかなと思います。
はい、じゃあまとめなんですけど、今回はフォアハンドのテイクバックは早すぎてもダメな理由について解説してきました。ダメな理由としては、テイクバックとスイングっていうのが切り離されてしまうからっていうので、スイングするためにリズムを失ってミスだったりタイミングがずれたりしちゃいます。とは言っても、早くテイクバックすることっていうのはダメというわけでなく、スイングとテイクバックっていうのをつなげてあげれば OK です。そのためには、テイクバックとスイングのこの間の最後のひとひねりっていうのを入れてあげると、テイクバックからスイングまでのこの一連の動作っていうのがスムーズになってくるんで、リズムが生まれて反動も使えてっていうので、パワーを出しやすくなります。で、テイクバックとスイングをつなげるっていう考え方っていうのが重要なので、ぜひその練習だったり素振りですね、家でもこのテイクバックの形、テイクバックの真似して最後一人ひねりしてスイングっていうこの素振りだけっていうのを家でもできると思うんで、ぜひ試していただけたらいいのかなと思います。こんな感じで、このチャンネルではテニスの有益な情報について発信していくので、見逃したくない方はチャンネル登録と通知をオンにしていただけるといいかなって思います。今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。